今回は弊社が使っている製品の中からバラ緩衝材を紹介したいと思います。緩衝材といえば気泡緩衝材や発泡ポリエチレンシートが一般的ですが、隙間を埋める目的に特化したバラ緩衝材というものがあります。バラ緩衝材は大きく2つに分類されます。粒状タイプのものと糸状タイプのものです。粒状タイプはこのように眉型、合体型、S 字型、クローバー型などの形状があります。原料としては紙、コーンスターチ、小麦スパのような自然由来のものを主原料としたタイプと、ポリスチレンやポリエチレンのような合成樹脂を主原料としたタイプのものがあります。どちらも焼却の際に環境負荷物質は出ません。粒状タイプには梱包する製品の形状に合わせて細かな隙間も埋められるバラタイプと、バラタイプと比べてこぼれたりせず扱いやすく簡単に隙間を埋められる小袋入りタイプがあります。糸状タイプには国産の赤松が原料の木毛やパルプからできたセロファンを原料としたセロパッキンがあります。木毛やセロパッキンは高級果物や陶磁器などに使用されることが多く、緩衝材としてはもちろん製品の見栄えを良くする目的で使用されます。このようにバラ緩衝材は梱包する製品や使用目的に応じて様々な原料、形状のタイプが選べます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。以上、バラ緩衝材の紹介でした。